きます。はい。はい、どうも。こんにちは。底辺の音が出て、帝王という新帝王です。はい。この時間は平日の、昼の部ということで、プレイステーション3版の、トトリのアトリエ、アーランドの錬金術師2の、はい、初見攻略プレイやってます。題して生産性のない底辺がトトリアイズ遊ぶ配信、今日でその10になりますんで、はい、よろしくお願いします。この日の低音は今日は300個包みます。何がですか、何を包むんですか。はい、チコミさんいらっしゃいませ。はい、こんばんはってことで、こんにちはか、うん、じゃあ前回の続きからやっていきましょう。何があるんですか、気持ち悪い。はい、このゲームで出るのは肥やしですよ。はい、ニコメさんいらっしゃいませ。ということで、4年目の10月からですね。まあ一応前回免許を更新して、次が2年後ってことですから、2年後までどんぐらいランクを上げなきゃダメなんですかね、やっぱり。まあちょっとわかんないですが、うん。そっからやっていきましょうってことで。わこ、免許ってこないだ違反したよね。そっちの免許じゃないです。運転免許じゃない。冒険者の免許です。わこ？はい、レパサシさんいらっしゃいませ。こんにちは。ひずみすさんもいらっしゃいませ。こんにちは。何倒したっけ？これ？すごい！獣石？それ、どうでしょうね、とりあえず、錬金優先かな。ズボン脱ぎました。脱いでもしょうがないですが。はい、5個目さんもいらっしゃいます、こんにちは。1、2。お昼は海苔巻き買ってきました。行ったスーパーが別の店舗でコロナ出たせいなのか雨のせいなのか客が全然いなかったよ。マジっすか、やっぱり行ったスーパーが別の店舗出て、じゃあサミットってこと？サミットですか。どうでしょうね、うちの近くのスーパーは全然なんかコロナの関係なしに結構いつも通り客いて、ね、みんな感染してないね、うん、と思うんですが、はい、おかあぴさんいらっしゃいます、こんにちは。何ですか、テテイさん、今日のやつはチョコです。甘かったです、僕もチョコですよ。この辺また作りましょうか。アンク3個。あと何？ドナークリスタル。何でしょうね、これ。まあいいや。あと、乾いた肉。あとは無期限のやつがあったらマンドラか。それでも巻き寿司バイキング形式でやっちゃうあたり、舐めてるよね、サミット。どうなんでしょうね、チョコとか貴族か予定を。なんでですか。はい、11個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。ロノがやってます。あ、ドロネじゃない、トトリか。何でしたっけ。違う。トトリじゃないの。トトリ。何作ってたと思うんだっけ。違う。蜂蜜じゃないし。ぶどうドライか。これか、乾いた肉か。いくつ作ろうかな。じゃあ4つぐらい作りましょうか。40でいいかな。40。これ燃える土か。これは何をすればクリアでしたっけ。さあ、何でしょう、わかんない。できた。まあ結構なんかマルチエンドっていうかね、いろいろあるみたいですから、
一概にどうこうっていうか。ランプの魔王を仲間にするでした。それドラクエ6。この子にマッサージしないの。できるの？やり方教えて。あのね、もしよかったらこれを分けてほしいんだけど。なんだと？どうしようかな。しょうがないな。ローナの頼みだったら、まあこれでいいならどうぞ。ありがとう。よかった。トトリちゃんがいてくれて。あと何でしたっけ？これとこれか。ドナークリスタル。何を作ろうかな。ドナークリスタル。これもなんかすごそうですね。レベル35で作れるけど。倍速手袋、これ33か。材料が足りない。でも足りないんですよね。これ何でしょう、ね、わこ、無断転載されたことありますか？どういうこと？配信がってことさ、ないんじゃない？はい、17個目さえいらっしゃいませ、こんにちは。ってか、こんな配信転載しようなんて思う人いるんですかね。先こっち作ろう。いくつ作ろうかな。ドルフ製法閣議決定したので。そうなんですか。配信もダメなんですか？そういうのに引っかかるんですか？知らないけど。どこまでダメなん？さあ知らない。どこまでなんでしょう。できた。はい、19個目さんいらっしゃいませ。どの惑星を残そう。こんにちは。レベルは帝王の放送をよそで無断転載、ドルする、通報する、ドルしたやつが裁かれる。そんなバカな。あと何でしたっけ。あれ、これか。ドナークリスタル。うわ、なんか多分作ろうかな。マジそんなむずいのこれ。でも33か。いくつ作ろうかな。3ついっちゃおうか。これ使うんだ。その前にメーカーに無許可でアップロードしてる方が問題になるだろう。そうですよね、確かに。22個目さえ出します、こんにちは。何言ってんですか。どうしよう。なので無断転載されたら帝王さんも大変そうですね。ですかね。これが足りないのか。これで大丈夫だよね。それじゃ頼む。成功して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 。よかった。どの特性を残そう。わあ、いっぱい特性つけられるの。誰でも別件逮捕できるようにしとるのかしら。そうなんですかね。別件逮捕してどうすんですか。何のために別件逮捕でもするのも怖いんですが。成功して、急ぎ頼みたいことがあるだ。今日の晩御飯は油注ぎ鶏作ります。うち、多分餃子です。これを譲ってもらえない。絶対。どうしようかな。ダメ。どうしよう、とりあえず報告に行こうか。蹂躙って読まんのか。蹂躙って？さあ、だって僕聞いたことないもん。何それ。リンチリン。リンチーリン。シャオズ本当に好きだよね。リンチー。ダメ。じゃあおやつは？はい、32個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。チョコ食いました、おやつは。でもこれでチョコがなくなった。
油注ぎ鶏油淋鶏。うん。そ、あいつ怪しいな。でも証拠がないな。よし別件で引っ張って調べようってのができる。え、今日餃子？帝王の住んでるところは火曜日がひき肉安いの？いやそんなことはないです。別に今日ね餃子の材料買ってきたってわけじゃないし。また来た。上がった。どれどれ。バッチリだわ。これどうなの、また2年後の間に、2年までならにこれランク上げないとまたゲームオーバーとかあるんですかね。餃子みたいな顔、豚だからいいんですよ。ランク上がりました。生命の水を手に入れました。これ豆な。でも安心したわ。サミットあんまないんだよね。ちゃんと冒険者の仕事してるみたいで。どういうことですか。だって免許の期限延長も済んで、今の2年もおまけみたいなもんでしょ。そうなの。バットとかないの。大丈夫。もしかしてやる気とかなくしてるんじゃないかって思ってね。そんなことないですよ。スーパーめくられた。私は好きでやってるんですし、それにやらなきゃいけないこともまだ残ってるし。まあそうよね。あんたの場合はあと一つで最高のランクになるんだし、せっかくだからそこまで頑張ってみなさい。あと一つでいいの。そっか、もうあと一つで。あと一つ頑張ればもう積みはないっていうか、クリアできないっていうか、失敗はない。とりあえずエンディングいける。ブリアンが解散だって。はい。帝王相談受けてた。誰、知らない。申し訳ないけど、どなた。あ、はずむし。どうもあり。あ、もう待って。それ35億のバックダンサー。全然知らない。申し訳ないですけど。うわ、結構依頼が多いっすね。そっ、あ、そっ、この辺どうしよう。どんどん受けていっていいのかな。帝王にとっては35億とかはした金なんでしょ。何でですか。ブルゾンチェミ知らんの。帝王の元カノじゃん。ブルゾンチェミ、いやし、ブルゾンチェミ、いや、名前聞いたことあるけど、僕芸能、もう最近の芸能は全然知らないんで申し訳ない。トトリ、トトリ、多分この感じだとシャズナが再結成3周年も知らなそう。シャズナはなんか聞いたことあるけど、知らない。ことでいいのかしらね。どうでしょう。6人組になってるし。あんま知らないんで申し訳ない。まこと最低王さんで合ってるかな。じゃあね。どういうこと。新最低王。とりあえずガンガン作ろう。これいくつ作ろうかな。20ぐらい作っときますか。ああ、そっか、中和剤はいっぱい材料あるのか。水がいいんでしたっけ。誠帝王さんですね。どういうこと。3文字の漢字が書けない。わらわら。どういうこと。これで大丈夫だよね。それじゃあ、できた。まあ正確には神帝って言っても底辺の方の、この名前の漢字、神帝王ですから。このリスナーの中にシャズナの再結成知ってた人何人いましたかね。さあ、ちょっとお待ち。シャズナってでも相当昔じゃない。されるのに神帝王は未だに教育されてなくて笑った。いいですよ。ああ、神帝王さんなんだ。
いや大した意味はないですが、うん、相当昔です。ね、だってもう20年ぐらい前で、20年以上前でしょ。ピークの時はしんちゃんに出てた、しんちゃんね。へー、ね、今さら結成したって言ったってね、もうね相当おっさんでしょ。需要あるんですかね。だってもともとビジュアル系で売ってたね、たねあれでしょ。今さらそんなってね、え、二度とアトリエどうでしょう。需要ねえよ、わら。ねえ、何を作る、何でしたっけ、ね、これ、シルバータイト、シルケス。フォローのアラームとユーザーのプロフィール画像が全く違いってくさ。シルケス。これ、いくつ作ろうかな？これしたっけ？これか、クモの巣が足りないのか。これで大丈夫だよね、それじゃ。できた。あとなんだっけ。幅寄せハイビーム点滅風。何ですか。はい、流行の煽り運転者さんいらっしゃいます、こんにちは。はい、トトリやってます、研磨剤4個、研磨剤。これがいくつ作ろうかな。はい、どうも、64個目様にしますこんにちは。はい、今トトリやってます。2,3,4,5,6,7,8。僕、実はライザーのアトリエ持ってるんですけど、はあ、目の前のゴエモン風呂にトトリは入らないんですか。さあ、知らない。トトリのアトリエは何ですか。これで大丈夫です。トトリのアトリエは何ですかって言っても、ライザー、トトリは何、トトリはだから、ライザーって一番新しいやつでしたっけ。ね、これプレステ3で出てたアトリエね、ですから。目の前のゴエモン風呂にトトリは何ですか。風呂じゃないでしょ、釜でしょ。トトロですよ。トトロじゃないでしょ。できた。よし、どの特性を残そう。これ1しかつけられない。もったいね。アトリエ全く初見なんで知識がないです。はい、いや、僕もこれ。汚い、これ、コンポジットであれしてるから、うん。ねえ、ちょっと、解像度というか画質があんまり良くないんで申し訳ないですね。アトリエは僕もね、これが初見なんで、ね、全く他やったことないから。メガドライブみたい。メガドライブどうして？チッポジ、コンポジトです。何言ってんですか？何？しょうもない。どうでしたっけ本当にね。何言わすんですか？これがいくつ作ろうかな？何言ってんですか？MP が足りない。ああ、そっか。手話これが初めてですか？そうですね。今までやったことないんですが、実際はそんなにエッチゲームってまだ続いてたんだ。今歯止めじゃね。昨晩のエッチゲーム、まあ多分今日で終わりでしょうけどね。今エッチゲーム違いますよ。なんかプレステ3はなんかね、エッチゲーム前だと。いやらしく聞こえてくさ。なんでですか。そういうのがあるんで。どうも、それ。これ作れないのか、今 MP が足りないのか。そうそう、また探索しなきゃですかね。
小屋市。小屋市。今 MP5 しかないんだ。ここ最近初めてという言葉がエロく感じて苦労してますよ、はい、どうしようかな。なんでそんな思春期のガキじゃあるまいし。それじゃいい年した大人はそんなことでいちいちねあれしてもしょうがないでしょ。回復した。何でしたっけ。帝王と鳥の調教どこまで進んだの、うん、何が調教ですか。意味わかりません。これでしたってシルバータイト。これならいくつ作ろうかな。本当に、絶対っていうのはじゃあ信じてあれしますが。敵と並べて知りたいこしてるのは知ってるんだぞ。何のこと。何が何のこと。ところでトトリという女の調教はいつするんですか。それじゃそういう内容じゃないかなと思ってますが。そういうゲームじゃないでしょ。超女の子調教するじゃないでしょ。83号室探します。こんにちは。まったく。できた。どの特性を残そう。どの特性。失望した。何が失望したんですか。はい、サボテン探します。コンドロナの調教で忙しいの。品質99の肥やしってとっても臭いってことですか。さあ知らない。芳醇な香りがなんかするんじゃないですか。がっかりされてもね。へい、報告。これもったいないかな。武器でね、まあ報告しようか。でもいつの間にか。これが作れるぐらい現金ね。で、人体錬成は、とりあえずこいつへの調教しろ。オムンクレスどうなの。まだ、ん作れる。どのあと縄か、またこのゲームってクグハシーンも出ます。何 CG エッさ。だってこれセロ A のゲームですから、そんなにエッチなゲームないです。人体錬成とかなんか ガチャみたいななんかね、あれで、あう、どれを作れる。おいおい、じゃ、おいおい、作れないの。あ、これはいけるんだ。作ってもらうか。こいつでいいんだな。よし、できたぜ。この人の名前がこのゲームの一番のハイライトですよね。ハゲるってなんで。ハゲに全部の話題持ってかれて、それで皆さん満足なんですか。ステータスだっけ、違う。これよりもこっちの方はでしょ。じゃあ、女の子をいじめて忠誠心を高めるまとな要素はないんですか。はい、いじめてはじゃないですけど、仲良くね、女の子と仲良くなってイベントがあるとかね、あるかもしれませんが、聞いたことないですよ。どれを最新作のはどんな感じなんですか。これ売っちゃう。これも売っちゃう。はいよ、またあと何しましょうかと、何でしたっけ、あと以来。トトリの調教が終わったら首輪つけてください。最近のトレンドなんで。知りません。だいたい首輪つけるんですか。トトリちゃんはこんな時にマスクつけずに何してますか。こんな時、こっちでもコロナ蔓延してるのよ。まあ、コロナちゃんは、コロナちゃんじゃない、トトリちゃんかからないんじゃないの。これ、いくつ作ろうかな。2個使うの。コロナのアトリエ。怖い。
コロナコロナコロナ出勤コロナコロナコロナ低収入。マスクしないで調理って汚いですよね。トトリちゃんにもマスクちゃんとつけるように教育してくださいよ。コロナちゃんはクサ。はい、103殺してあげました。何でございますよ。どの特性を残そう。わ、すごいいっぱいつけられるけど。レベルアップ。またか。あのね、もしよかったらこれを分けてほしいんだけど。コロナのせいで。コロナちゃんを誰か隠し機ですかね。ちゃんの絵描きましょう。嫌ですよ。でもそれもそれで不謹慎でしょ、そんなん描いたって。どうしよう。これね、渡してあげるか。まあもうちょいあるし。しゃあないな。あと何でしたっけ。生きてるのは2個。最近は軽い咳だとしても敏感な時期なので、ね、まあ一番いいのはね、外出なきゃいいことですけど。コロナちゃんにもマスクつけるべきです。これいくつ作ろうかな。はい、どうも、安倍晋三さん、いらっしゃいませ。こんにちは。コロナちゃんのマスクね、あればいいんですが。結構多いな。コロナで売り上げ減った言ってるのって観光だけな気が。いや、でも、ね、今はもうね、どんどん、ね、さっきもなんかスシローでね、感染者がね、従業員がね、いたって話だし、外食だってこれからね、今やばいでしょうね、どんどん。どの特性を残そう。そう考えたら、帝王のハマーン寿司は無事なのね。どういうことや。住宅ローン難民や内定取り消しとか大変みたいな。ハマ寿司はだって昨日だか一昨日なんか感染の話なかったね。もうだからもう、ハマ寿司どこでしたっけ。内定取り消しなんてあるのか。どうなんでしょうね、まあ、ね、今キャバも観光取りだってよ。キャバもそりゃそうでしょうね。誰が好き好んでね、行きたがる人いるね。バカしかいないでしょうから。自分は先まで中華のお店で中華料理食べましたよ。ラオックス鹿児島も閉店したし、まあね、自己責任で食うならいいでしょうけど。北海道のコロッケ屋潰れたらしいね。連続行ってる人いる。まあでも今潰れんな。コロナ以前の問題だと思うんですがね。帝王は回転しない寿司希望。何のことですか。こっちの方行くか。これで一応依頼はあれか。あと探索また行きましょうか。コロッケ屋という専門店があるのが驚いた。受けてみますか。っていうか、オノテドロスが中国から金もらって、大したことねえしとか増え調したのが根源よね。ねえ、まあ、信じは分かりませんが。あとなんかやることあるっていうか、そうだ、作りたいっすね、それはもうちょっと、違う。今レベル33だから作れると思うんですが、どうしよう、セーブしとこうか。寿司屋行って帝王と出くわしたら驚くかも。大丈夫、僕寿司屋なんか行く金ないから。出くわしたりはしないから安心してください。そろそろね、その探索に便利なね、もう作れるでしょう。何でしたっけ。回転レーンに乗って帝王がこちらへ来る。旅人の靴でしたっけ。これいけるでしょう。多分大丈夫だよね。多分ね、事故らないで。1個でいいんでしょ、これ。作
作るのって。じゃねえし、そのテドロスっていうやつのせいでこの世がコロナのアトリエと化したの？さあ、わかんないけど。旅人の靴っていうのは主要アイテムでしょ？装備品とかじゃないんでしょ？テロドス。なんか気にした方がいい？特に品質とか一味違うとかなんかいる？いらない？これが装備するんだったか、うん、カゴに入れれば大丈夫なはずだよ。うん、だから別にあまりこういう特性とか気にしなくていいですよね。はい、グレさんいらっしゃいませ、こんにちは。特に適当でいいですよね。ある程度のものは。トトリちゃんのおっぱいどれくらいあるかな。さあどうでしょう。ぺったんこじゃない。ちん、父のようだが。よし。みんな好き勝手に雑談するけど、ゲームのことを帝王が質問すると必ず誰かが答えてくれる優しいコミュニティ、ね、ありがたいことです。これが旅人の靴で、湯飲みを押すとお茶が出てくると思っていたはずが帝王のしょんべんだった時の衝撃。知りません。でコンテナからこれ出せばいいんですよね。アクセサリーとかある。ある。帝王さんはどんな女の子がお好みなの？かわいい子で、かわいくて優しい子。どれだ？仕様じゃないんか。どれになるの？もちょ、思い出せないんだけど、装備品なのかもしれない。俺らみたいなの。いや、これかな？探索のこれかな？あと何、空飛ぶ絨毯も持って行った方がいいんでしょう。もしその可愛い子がヤンデレだったらどうするんのよ。はい、人はどう変わるか知らないもんですね。だ、性格の優しい子、おとなしい子って言ってるでしょ。なんで静香ちゃんなの。空飛ぶ絨毯なんか嫌ですよ。ダメだけで選ぶんだったら苦労しません。学校に提出する実習計画書作るのがめんどくなったからペルソナ無双するわ。トラベルゲートって何ですかこれ。多分これもいける。何使うの。ある程度のもの使っておきましょうか。これ何？瑠璃色の羽。これ？と、これでいいのかな？それじゃ。MP。失敗。バカ。失敗すんな。これやり直した方がよくない？アイテムがトラベルゲート。モデーションのワープアイテムね。帝王さん、うんって何？どうしたの？何これ？あれ？私気絶してた？頭がグーグルしてきた。どうして？何これ？何？今の何？イベント MP が切れたとか？なんで失敗してんちゅうの。これ。催眠術されてるじゃん。いや、ちょっとこれもったいなくない。ちょ、失敗した。ちょ。これもう作れないんじゃないの。この羽ね、貴重品じゃないの。ちょっと。これやり直した方がよくない。やり直していい。ちょっともったいなさすぎる、さすがに。通報しました。帝王と鳥ちゃんを催眠調教してたのか思ったより高度なことしてるね。何でですか。まずい、靴から作り直しだ。
靴からですよね。わらわら、ここのリスナーさんおもろい。泣いてんですか。おもろいんじゃなくておかしいんですよ。エロゲマスターたちの集まりかな。泣いてんですか。帝王リスナーに隠れてミミちゃんを調教してるって。泣いてんですか。エロゲはたしなみ、催眠調教で草。何言ってるんですか、まったくしょうもない。これで第一それじゃ。できた。調教を調教、催眠学園。何言ってるんですか。ちょっとこれでしまおう、しまおう。で、今日もあの手もみでやるの？え？多分今日で終わりでしょうけど。なんで皆さんが見たいって言ってるの？なんかもう、なんかもう不満というか、なんか、何言ってるんですか。もう終わりか。なんでもう。見たいのっていうか、むしろまだまだ2日で終わるって最短。そんなことないでしょ。1日でクリアするね、配信だってあるんですから。別にそんな最短ってことはないでしょ。もう一回これあれば本当に何、行きたいところ行けるってこと。不満はないけど、帝王があれずっとやれんのかと。いや、僕もだから終わりたいから。ね、何がですか。これね、クリアするまで寝ないと聞いたが本当ですか。どういうことですか。クリアってクリアの概念あるんですか、あれ。頼むよ。寝ない枠に対抗して起きない枠してよ。どんな枠ですか。レベルアップ。あ、頭がぐるぐるしてきた。これ何？さっきもあれだけど、なんで？なんでぐるぐるしちゃうの？これどういうイベント？また催眠調教か。違いますけど、成功したのになんで？マジックポイント足りなくてダウン、何日か過ぎちゃう。そうなの？まあいいんです、でもそういう場合なんかフラグっていうかあれじゃないの？女に催眠をかけるなんて、女がおもちゃに過ぎない存在なのですか。こんなもんかな。あとなんか作れるっていうか、作った方がいいの？作れないでしょ。絨毯作った。さっき調合前に確認出てたよ。あ、ほんと？あとこれは手袋欲しいんですけど。トトリちゃんが催眠調教されてるのに何も言わないのかな。魔法の絵の具か。魔法の絵の具ってどれだ？魔法の絵の具なんてありましたっけ？何を？わらわらあるある。これ、いくつ作ろうかな？魔法の絵の具？そんなのあったっけ？魔法の絵の具、これか。これも材料が足りない？何これ？なんとか？泥ではないアーブかかってるから。ベニーのあれ？これか、これと、これが足りないのか、これを作ればいいってこと。これも足りない、材料は何？これが足りない、何これ。ピュアオイルが足りない。隣にいる女の子は何にもしない、どこかでそんなシチュエーションあったな。知らないですよ。
ちょっとでも休むか。どうしよう、どれくらい休もうかな。2日ぐらい休んでいいけど。学園で時間よ止めまれだっけ。これいくつ作ろうかな。一個なんで一個しか作れない。これ何？むかしヤシの実？こんなヤシの実？一個しかないの？ごち昼飯とおやつ。はぁ、ほまりさんいらっしゃいませ。昼飯はカップ麺食って、おやつはチョコ食いました。これで大丈夫それじゃ。できた！どの特性を残そう？お客さんが。何？これを。ダメ。これで？え？カップ麺にチョコ入れました？なんで入れるんですか？いくつ作ろうかな？ん？ちょっと待って。これを作るために。いくつ作ろうかな？あ、作れる今。一個と、これと、これで。これで大丈夫それじゃ。できて、うわ、いっぱいつけられる。これ S？ すごい、こんなつくんだ。これで、絵の具を作るのに、あと何？ラール？油、これか。これ、いくつ作ろうかな。2個作っちゃう。4つ？これで大丈夫さ。はーい。だんだんはい、175個目さん、いらっしゃいませ、こんにちは。マリーのアトリエから全シリーズやろうや。嫌ですよ。これで、絵の具が作れて、昼はカップ麺食べたって言ったって今。これで一発勝負。しくじらんでね。マリーはゲーム部分の進歩すごいよ。始めるよ。これもなんかイベント出尽くしてきたから今ね、どんどん。どの特性を残そう。わあすごいなんか。これでちょっと待って。何を？いやちょっとセーブしたいな。事故りたくない。アトリエを征服した後全シリーズのヒロインに催眠をかけるので。そういうゲームじゃないでしょ。何が催眠ですか。ねえ、こんなゲームでそんなね、元気を楽しむゲームなんで、そんなエロとか求めるわけないでしょ。また僕は一体何だと思ってるんですか。これで、運命の札、これなんだ。ロロナリフレあったら買いますか。え？さあ、やれる内容によるんじゃないですか。これで倍速手袋、これあれすれば探索の、てか、アイテムの習得が、ねえ、短くなるんでしょう。確か、ちょっといいもんで、あれしましょう。頼むよ、一発。まあ、どうせセーブしたからやり直せばいいけど。よーし。これで大丈夫か？勝負だ。いけー。わーい。どの特性を残そう。とりあえず全部聞け。アップ。これで必要なもん全部大体できた。これはなくならないでしょ。こういう手袋とかはそういう認識でいいんですよね。
なくならないよ。よしよしよし。これでだいぶね、探索の日数が短縮されるでしょう。ちょっと、もう一回ギルド行こう。グリフォン一体。トトリ。アプリス。それ。これで。気兼ねなくいけるでしょう。装備も買ったし。さあ、どこから行こうかな。ん？あ、移動できる人が増えた。わお。もう帰りはワープで帰れるし、半分は日数短縮できるね。え？そうなの？あ、帰りがワープでってこと。へえ、それ便利ですね。わ、すごいいっぱい。わあ、いっぱい広がった。へえ。それじゃあ、どこに行こうか。どこ行こうか。そりゃいいですね。どうやって使うんですか、ワープって。ちなみにっていうか。グリフォンだけ倒すか。帝王が楽を覚えるから使用禁止。なんでですか。人間楽したく、楽すしする生き物でしょう。なんでその楽しちゃいけないみたいな。トトリもすごい広がりましたね。ねえ、ようやく、ちょっとは、ねえ、さーて、いっちょやりますか。はかどりそうな気がしてきましたよね。行くぞ、一戦。この程度の相手なら当然だ。35で生きるな。何が35って、なんでまだまだなの？よくわからんけど、クリアっていうかこう、まだ全然進んでないっていうの。このマップが広がっていく感じがいいんだよね。どうはさせないわ。余裕余裕。広まんないんですが、どこがいけるようになったらちょっと頭に今入ってないのが問題なんですが、大丈夫かね。お尻が広がっていく感じに似てるよね。知りませんよ、そんな経験したことないから。何を言ってんですか、全くしょうもない。なかなかやるわね。せい、それはい、おしまいっと。お尻だけに知りませんよとは、さすがていちゃんて。誰が言いました。誰がそんなこと言いました。あんまり質が良くないやつ拾ってももう意味ないですかね。もうちょっと素材を厳選しないと。あんまりせめて50以上のも厳選しないと。あははてよ、うめんじろい。何ですか。例えばここで帰るときってどうすんの。ワープってどうやるの？アイテム？これで？トラベルゲート？使う？どっちのアトリエに戻ろ？え、そうなの？あ、すごい。どっちか選べんな、しかもこれ。こっちでしょ？村の方でしょ？行きましょう。やだ。もうこんな楽覚えたら嫌ですよ、絶対もう。ねえ。即答、笑。当たり前じゃないですか。何のためにね、苦しい。いらっしゃい。今どれだっけ、グリフォンか。すごいな。それと。もし。どうでしょうね。どっちがいいかな。60の。仕事が。
ですよ。もうちょっとお金、あ、結構すごい、1万6000も溜まってる。でももう覚える本ないかな。ちょっとなんかようやくっていうか、結構なんかね、やれることが楽しみになってきたというか、この店はパイが売ってるから結構楽。あ、パイや、これ？なるほど、確かに。まあ、買っちゃうか。どうせお金余ってるし。セピかわいい好き。パイが売ってる？春を売ってるってことですか？なんでそうなるんですか？気のせいですかね。なんか売ってるものの質が上がってる？そんなことない？どうしよう、買っちゃういろいろ結構でも買っちゃうとお金がさすがに消費しちゃいますかね。中和剤はあれだけど、カゴにはありが、金よりもコンテナの空きがやばい気がする。わら、アラリスも花を売ってるけど売春の遠慮だって噂だね。まあよく言いますよね。そっか、コンテナが結構いっぱいでしたね。ちょっといらないものあれしましょう。品質の低いもんな、カゴにあれしましょう。もう処分しよう。もう40代のものとかゴミでしょ。ちょっとこれもったいないか。40代はゴミ？そんな自分を卑下しないで。そういう、その40代じゃないですよ。何言ってんですか、まったく。好きやらばってね。50代じゃないんだ。どうでしょうね。内緒。帝王がちょっと元気が出てきて嬉しい。そう。壊れたアイテムを選んでしょ。この辺売っちゃうか。よしと。だから本編。なんで。ようやくね、楽しめるようになってきてるのに。ちょっと待って、違う、カゴの中身全部売ってしまおうよ。全部はダメでしょ。全部は売っちゃいけないでしょう。ヤギの角、この辺なんかもったいなくね。はい。テイちゃんはコツ？これコンテナって、はい、どうも、ゲオさんいらっしゃいませ。こんにちは。トトリやってます。あれ結構減ってる？今日も女の子の店出入りしてるのね。こんなもんか。
たまにもそこのとこにも行ってるよ。っていうか、何て言うんですか。それじゃあ、どこに行こうか。女の子にサービスしてもらうの好きだもんね、帝王。何言ってんですか。男同士、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 男同士。何発情してんですか。ん？なんかイベント？先生、ただいま帰りました。あれ？教育がすごい。あら、わら。お帰りなさい。やっぱ男だよな。いやダメよ。やだ、男はやだ。はい、210個目さらします、こんちゃん。ホモなら帰って。誰かさんの仕事が終わるのを待ってるの。せっかくの休日だから、一緒に出かけようって約束してたんだけどね。でもおじさん好きでしょ。いや、別に。でもとか言われても。ね、もうすぐ終わるから。慌てるんじゃないわよ。失敗して、また一からやり直しなんてだったら、たまらないし。受け入れません。うほやらないか。やりません。意外そうな顔して。あ、いえ、だってクーデリアさん、約束とか時間とか守らないと、すごく怒りそうなイメージだったから。はっきり言うわね。川の時の下で、まあ、実際知りませんよ。はい、214個目さんもいらっしゃいます。この子に関してはもう慣れちゃったっていうか、怒ってもしょうがないって感じだから。ちょっと待ちよ、ちょっと寝みすぎ。ドライアイなの？ドライアイかな。昔はよく怒鳴られたよね。いつまで私を待たせる気よって。喋ってないで、あんたはちゃっちゃと仕事する。わい、ごめんなさい。あっと、私お茶でも入れてきますね。うん、いいわよ。飲みたくなったら自分で入れるから。ドライアイでしょ。ドライさんもミニスーツでしょ。これからもこういうことをよくあると思うし、いちいち気にする必要ないわよ。何言ってますか。何言ってますか。何で草ですか。はあ、これからもよくあるんですか。ええ、間違いなく断言できるわ。否定できない自分が悲しい。ドラえもんなの。僕ドラえもんって何言わせるんですか。いいの、うん。違う、探索だ。ゼクアインなの？なんでゼクアインなの？それじゃあ、どこに行こうか。これどうやって行くんだ、上？どうやってあっち行っちゃいんだ？ここからのこうって感じ？世代バレるよね。何言ってんですか？信代なんだ。ニコ生は信代世代じゃないんですか？ねえ、言って。どうしよう、もうこういうとこはいいから。お、すごい、早いからってことですか。探索持って移動の日数は、わあ、なんか来た。早い。何がですか、何で飲むの。だいぶ快適になったね。始めるか。そりゃありがたい。行くぞ。ねえ、しかも、帰るときはすぐでしょう。ああ、しまった。アイテムはもう持ってこなかった。やばい。これで、余裕余裕。おっさんばっかりやろ、ニコ生。ねえ、まとめて倒れちゃいなさい。どうしよう。そうはさせないわ。えどうし油断するな。
さっき話していた3人の女の子が帝王さんの相手するってマジですか。ない。若いもんがニコ動使うわけないやろ。ねえ。うん、まだ死んでない。15、70、3、8、8はすごい。来そうって何でしょうこれ。レア。ニコ動は老人ホーム別館。さーて、一気にやりますか。ねえ、若い人なんかいないでしょうからね。結構強いっすね。まとめて倒れちゃいなさい。どう？どうし。油断するな。若いっちゃ若いけど20代後半です。余裕余裕。どうし。そうはさせないわ。まあ20代ですよ、ね。なかなかやるわね。若い人は若いでしょうから。僕はね、この技ネルちゃんのお尻見えないから僕は悲しいです。そうですか。何言ってんですか。またそんなことのために戦ってるわけじゃないでしょう。これで、どうしよう。結構きついっすね。あらゆるイベントの中で懲戒議が一番コロナに感染しそうと思うのは僕だけですか。懲戒議って何？じゃあ何のために戦ってるって言うんだい。ま、だ何のためにって、何のため知らん。死にに行ったね、ロバイ。うわぁ、きつい。お尻のためやロバイ。エロのために戦う以外に帝王に何があるんだ。知りませんよ。今が好機。行くぞ。何を考えてるんだよ。油断するな。余裕余裕。今が好機。まだ落ちてね。無事終わったら。近場にセブンイレブンないの？帝王さんって帝愛グループの会社通っていると噂で聞きましたが、それって本当ですか？一応あります。知りませんよ。あのさ、こんな時期に体験入店する看護師とか看護学生ってなかなか度胸あるよね。さあ、どうでしょうね。でもねえ、さすがに働かなきゃねえ、生活できないって人もいるんでしょうから、なんともですが、うわぁ、結構クオリティ高いもんありますね、いっぱい。むしろ医療に対する強い意志を感じる。そう。それじゃ、いやー、ちょっと一回帰って休まなきゃかな。おしょんしょん。何言ってるんですか。おしょんしょん。どっちのアトリ？でもこうやってあれしてたらまた相手もいっぱいですかね。エッチの体験だったりして。何のことですか。まったく。どうしようか。メガフラムはまあ出して。帝王のアスキの良さわからないんだっけ。あんまりわかりませんね。
もう売らんくていいか。全裸しか興味ない。何言ってんですか。帝王もっと真摯に米拾ってゲームに集中しちゃダメ。いらどれを買ってくれるの。もう錬金のあれはないのか。俺はナース服より断然シスター服だな。何のことですか。どれを。帝王さん没、お腰不全で泣きながら悩んでそう。リピートスープエアを。何てんですか。ちゃっていいかな。ああでもこれはダメだし。ちょっと悩むな。まあメロ服が最強か。そう。ゲームも集中、米も集中して。でもね。終われてる。赤い月の名役いらっどれを。まあいいや。あとなんだっけ。違う休んで。どうしようかな。どれくらい休もうかな。失礼する。これを譲っ。ちょっと。3日でだいぶ回復した。そういえばこのガチャってまだ？永遠に休んでいいよ、トロリちゃん。ちゃん欲しいけど。だと。ワイワイとして何でしたっけ。こんなもんか。生命の水だっけ。はい、コンテナにあった気がしたけど。水があればいいんでしたっけ。何でしたっけ。してなしていいっけ。これ生命の水カゴに入れていればジムちゃん作れたかな。あ、ほんと。これでいいんだ。作れる。よし、作っちゃおう。男の子と女の子、どっちにしようかな。どっちにしようかなってか意味あのチームは何？男なの？じゃあ今度女の子。エッチ。何がですか？子供作るとかエッチ。あら、できちゃった。あ、人体錬成。でも何作ってもらえんでしょう。どうしよう。この子もチムちゃんだと分かりづらいよね。別の名前つけられては虐待されるチムちゃんがいた。何ですか。通行料払えるの。通行料ってどういうこと。送り別するのかな。トトリ13歳で虹の母なの。そう、チム姫、チム子、チムローネ。お任せしましょうか。お任せってどうなの。チミュちゃん。チミュ。女の子っぽくて可愛いよね。ちんぽこ、これ人体錬成の体幹に何か持ってかれてるんでしょ。それ錬金剥がれんでしょ。この体たくないやつありかよ。そんなことないですよ。ちみゅちゃん、ちみゅちゃん、ちみゅちゃん、ほら、言いやすい。ちみゅちゃん、ちみゅちゃん。うわ、トトリのセンスが開花する、わらわら。よし、私もちみゅちゃん
主人公十三なん？十三歳。これからよろしくね、チミュちゃん。チミュちゃん。クリトトリス。何てですか。ただ問題は何させましょうね。何のお仕事を手伝ってもらおうかな。祭司かね。どの子にお願いしよう。どれを取ってきてもらおうかな。まあ最初は普通にずらせるのでもいいんじゃない？普通にずらせるのでもどれでしょう。持ってないやつのがいいんですかね。少ないっていうか。帝王のドストライクゾーンやん。何言ってますか、ね、あ、持ってないのはダメなの。どれがいいかな。これ光る円盤。どれがいいんでしょうね。字が潰れて見えないけど、食べたパンの枚数？わかんない。この辺とか。いける？でも40、45ですもんね。まだまだ。アイゼン。これいける？これ絶対？マジ？作っちゃいましょうか、じゃあ。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか？覚えてない。ピカレイ東方時代のディオ様。一部でしょう。幼女すぎるわ。豪鉄鋼、これか。と、あと。全能力プラスはすごい、これいいな。これで大丈夫だよね。それじゃ。は今まで食ったパンの枚数覚えてる？覚えてるわけないでしょ。どれ特性を残そう。特性が何もないじゃん。あらら。お金持ち。何を使う？ゴーク。これで。ルビアで作ってもらいましょうか。何がゴークですか？ゴーク。エイラ。どれを？おいおい。この辺が限界。おいおいおい。これで使うの？こいつでいいんだな。まあいいか。よし。できたぜ。なんだ？ハゲルの腕見てムラムラする？何ですか？ほら、またどこから変な演歌が。いや、からせた。ありがとうございます。トトに集中したい人多いの？ゲーム貼られてないね。だっていや僕この赤はゲームねやらないですから。注文通りに作ったけどよ、本当に良かったのか？こんなもん使える人間なんていやしねえだろ。多分余裕で振り回すと思います。トトリちゃんに催眠かけたいけど僕だけかな。さあ、本当にトトリ行くしかいないな。本ですかね。片手で？ジョーちゃんにしちゃ面白い冗談だな。そんな化け物みてえなやつがいるなら一度ぜひお目にかかってみてえもんだ。コロナに催眠かけたいですか？自称でしょ。かけたい。これが普通の感覚だよね。私慣れちゃって麻痺してるけど。トトリー、ここにいるって聞いたんだけど。
すごい揺れてる。え？あら、それ私の武器？トトリが作ってくれたの？今のこのご時世なら、休校になってる軸と女子中学生しかいないよ。挙手して。何言ってんすか、そんな人が YouTube 見てるかも。振り回せるの。YouTube ニコ生に来るわけないでしょ。作ってくれたのはハゲルさん、この人。どれどれ？って絶対自称でしょ。いるわけないじゃん。私、胸大きいよ。本当に？え？本当に？片手？へえ、すっごい使いやすい。重さも程よい感じだし。いやー、知らなかったわ。こんな腕のいい職人さんがこの町にいたなんて。恐縮です。また新しい武器作るときはよろしくお願いしますね。それじゃあトトリ、私食堂で時間潰してるから終わったら来て。うん、また後で。セブンの冷凍たこ焼き米、いいですね。いるんだな、ああいうやつも。いるんですよ、ああいう人も。そんなこと、そんなことためにイベントのあれで使われても。スチールアックスから12ぐらい、あんまり上がらん。トトリの隣にいた子さえずりしてみたかった。ないえー、らっしゃい。武器と防具。メルブヤさん大きい。これ元気が出るつあんま強くないな。おいおい。作りやっぱ素材がでしょ、ね、こいつでいいんだな。よできたぜ。まあいいや、ちょっと遊びがマシになれば。このハゲルさんの頭もたこ焼きみたいですね。いやでしょ。バッドエンド見せてもらおうか。はい。なんでもうバッドエンド回避したでしょ。これ Z さんにしますよ。だって初年度の免許更新あれしたらいいんじゃないの。わからんけど。38、46。ね、結構頑張ってるでしょ。てか。ね、だって冒険者ランクマックスになれば。ストアで催眠アプリ実際にあるかな。そうですか。ちょっと待って、これあれか。まあいっか。それさあれば催眠かけるのに。ないじゃないですか。あるわけないでしょ。初めて見るから内容知らんかな。あ、そう。帝王はドルズミ。初めて知るから内容知らんって言って、バッドエンドがあるのは知ってるんですか。どれどれ見せてみて。はい。あと何だから、初めてだと、鼻血。何くっついてるんですか。ステルクエンドいけそう。わかんないっす。でも最後のなんかすごい高い、何千のところでさ、千様地図の生主免許、生主免許なんかあるんですか。じゃあもう一回探索行きましょう。これちょっとまああれでしょうか。どこ行こうかね。こっちからじゃでも行けないんだ。8行くね、やっぱりこっちから。略して生麺、帝王さんは彼女いますか。いるわけないでしょ。帝王のトトリの放送が初めて見るからわからんという意味だ。そうですか。なるほどね。それは失礼。こっちは行ったよな。ここ行ってないんだっけ。でもさすがにでもこのままだと生主免許剥奪だな。何言ってんですか。帝王の彼女はおっさんが集うニコ生。どういうことですか。ど
こでしたっけ、なんか ボスっぽいのいましたよね、どっか。私、女ですよ。アトリエは今まで全てクリアしてるがな。すごい。そりゃすごいですね。お見それしました。出てきた。なんだ。スイン。この程度の相手なら当然だ。私も女よ。嘘、本当に本当にっていうかあれですな。上手、まあ主婦とかだったらね、確かに。水の当たりがひどいとか聞いたが。いや、わかんないですね。ギーズってどのハード？余裕余裕、ね、これが初めてというか他の作品全然知らないですから。これでえい DS それ神帝王さんって魔法使いですか？へえ、そうです。ただの DT じゃないっす。パーフェクト DT ですから、僕。この程度の相手なら当然だ。女性とは一切、なんだ。帝王自分で女などと嘘ついて公開した。知らないですよ。じゃあ次からつかないようにして。俺なんかボスみたいな、なんかいませんでしたっけ？気のせい？今なら勝てんじゃない？さすがに。46、65。その設定いつまで続けるん？設定じゃないんですが事実なんですがね、うん、何設定って、ね、ほら来いや、ほら。気づいてない、チャンスかも。これでえい、どう？これで気づいてないとか敵やばいね、うん。行くぞ、一戦。そうはさせないわ。余裕余裕。それ。え、よかった、勝てた。どこでしたっけ、なんかいましたよね、前にここ来た時。ボスというか、いやボス。楽しい？新キリフレの時より楽しそうじゃないんだけど。そう。今結構楽しんでね、やってますよ。ちょっと強くなったから。ねえ、いろいろできるようにね、余裕が出てきたから。これで楽しくないって言われたら。なら良かった、笑。うん。あ、いたいた。あいつ倒せばいいの？ねえ。でかい。うん、熱中症に注意と書かれている。ねえ、勝てますかね。賃金じゃないです。行くぞ、一戦。まあそこは友人というかお仲間さんですから。それ。よかった、勝てた。
チンチン払ってるってどういうことよ。どういうことですか。どっからそんな言葉が出てくるんですか。安岡さんに修理代払い続けるゲームとは違いますね。そう、わぁ、何、わぁ、すごい、ちょちょ、これ、いや、やばい。マリーとは違うのか。してマリーやったことない。じゃあなんか曲が変わってる、完全に、うん、母性用の BGM。 本当に、じゃあ死ね、この野郎、この野郎、ざまみろてめえ。いつもでかいこと言ってね、言いたい放題、ひどいこと言いやがって、この野郎てめえ。こっちがどれだけストレス溜めてるのか分かってんだよ、この野郎。畜生、ダメじゃねえぞ、こら調子乗んな、ほら。ね、なんか指先一つでダウンだ。もう大変ね。ごめんなさいね。中卒なんで、もう大変ね。あ、もう大したことない。落ちる？どう？はい、お疲れ。中央大学卒らしいね。中学校卒ですよ。リスナーに対するマウントの取り方がさすがです。何がさすがですか。強くなりすぎた？ねえ、どうでしょうね。大したことなかった。あそこになんかいる。あれ、あれはグリフ？クソ広いっすね。どうしてもこの辺、貴重品かな。さあ、ははどうなんでしょうね。まとめて倒れちゃいなさい。どうしよう。油断するな。まあ一応今日はやる予定ですけど。とりあえずこれでボス弱い順に体やっつけたね。2体ですか。まだいる。無事終わったら。これボスじゃないでしょ。まだまだあるの？始めるか。いやですね。せい。これで、相手なら当然だ。55。どこ行っちゃうんでしょうね。まだ大丈夫。どこにいるんでしょうね。悪魔の使い。スケアファントもどっかで見た気がするんですね。ここじゃない。ここか。2回帰りましょうか。どうしようか。
どれくらい休もうかな。それ、うん、MP がまだ全開しないか。もうちょっと行った方がいいかな。それじゃあどこに行こうか。相手なら当然だ。品質1、30、20。ダメじゃん、全部ゴミじゃん。ごめん、飛びた、止まり。どうしたでしょうね。どうも、ジコタさんいらっしゃいませ。こんにちはです。トトリやってます。油断するな。行くぞ一戦。それここまで全部俺の服赤だから。そうなの、全員だったの、まさか。あららら、ら。せい。無事終わったな。そうです。うん。ね、悲しい。ね、いっぱい見てもらってると思ってたら、実は仮想配信だったという。あら、俺一人だよ。本当に悲しい。会計とこない。あとなんだ、アポリスエッグ。それじゃあどこに行こうか。帰りましょうか。どっちのアトリエに戻ろうか。いらっ。見事な、それと、
仕事。今頼んでるっけ。まあいいや。めっちゃいい身体やね。え、そう。どうしようか。どれくらい休もうかな。それ。お客さん。ちょっといいか。久しぶり。これ。どうしようかな。断る。そうか。どうしましょう。あとこの辺で行ってないとこありましたっけ。ねえ、いたのってあれでしたな。こっちか。片道になるからな。どこまで行く。ここまでメーカーっていうのもすごいですね。100拾いと決まるんですね。始めるか。48、41、52。これはなんかいる。よし、先手を取った。行くぞ、一戦。この程度の相手なら当然だ。60。片手斧のこのがトトリよりいい。え、そう。メルちゃん、そうですか。なんかメルちゃん好きがなんか結構多いですね。意外や意外。これなんだ。これ出ていくんだ。和骨、今日のパッチンチラ終わりましたか。はい。さあ、今日はまだやってないですが。見たいんですか。はい、357個目さんいらっしゃいませ。こんにちはですが。見たいの。帝王コロナ治った。コロナどうでしょう。はい、358個目さんもいらっしゃいませ。まあ、今日はとりあえず体調あれですが。あそこどうやって行くの。どっか行ける場所ある。こっから。クイッと言って、クイッと言ってね。
あ、ほう。じゃあ始めるか。コロナだったの、うん、よかった。視聴者みんなにもう感染しちゃったね。ねえ、もう皆さんもおしまいですよ。諦めて。あんまりそんなにいい素材ないしね。青竹。骨です。はい。コロナ移ったので慰謝料ください。まずその僕から移ったってことをまずその証明っていうか、まずそもそもコロナに感染してるか、ちゃんとね、保健所からね、それ証明してくれなったら慰謝料あげられませんよ。はい、365名さんいらっしゃいませ。こんにちは。こんなもんかな。ストーン。いかにも遺跡って感じのとこだな。神秘的だけどちょっと薄気味悪いっていうか、いきなり崩れてきたりしないよね。大丈夫だよね。崩れちゃうの。あ、なんかえ、なにこの偉そうなワンコ。え、これもボスなの。フラグあー、なんか来た。これもボス？余裕。なんだ、大したことない。油断するな。なんだ、偉そうにしてる。もうちょっと強いかと思ったな。ほら、え、ミス？ちょ、どういうこと？なんでミスるの？ちょ、え？どういうこと？それ。ミスるってどういうこと？普通の攻撃だったら、あ、当たる。びっくりした。それなんだ、大したことないでしょ。ねえ、キバー、なこの俺、調子に乗ってチキシュ、今度やろう。まだ落ちない。とどめ、ドッグコーン、まだね、キバーシリなかなかやるわね。ちょ、何2回攻撃か、今度やろう。無事終わったら、ね、なんであれミスったの？属性？なんか関係？薬刀ウルフ討伐。これなんか調べるわ。目印になるかも。トトリとヒノキリスでどっちがやってて楽しい？そりゃあ、こっちでしょ。そう、どうでしょうね。そりゃあまあ、こっちの方が、でしょう。ちょ、乗れない。いちご、お、すごい。結構、質が。フラビーシ、これもいる。行くぞ、一戦。この程度の相手なら当然だ。
タロリスハンター。あれもなんかいる。あれもボス、まさか。ちょちょちょ。もしもし。ではない。ただの雑魚。行くぞ。一戦。可愛い。強いな。この程度の相手なら当然だ。全然雑魚でしょ。ステレクは強いけど。これなんかいけるのかな、なんか。結構なんかすごい移動できる。ちょ、これカメラ動かせない。ちょ、距離感がわからんぞ。ね、なんか上に、でもあれは敵ってだけか。いや、でもこれ 上もなんかあるんでしょ、素材っていうか。獣石。よし、先手を取った。うわー、いっぱい。行くぞ。一戦。残った。それ。ロックマソで伝えた感じでたどり着きなさい。そう。ロックマンね、懐かしい。ここもあれ上からってこと。結構むずいっすね。なかなか難しいと思うんですが。よし、いけた。星のかけら、これいいもんかね。どっち行きゃいいか。こっち。なんかある？上もある？ね、なんか、急にアクションゲームの手が。これもなんか、あれ違う、これ上から来たんでしたっけ？こっちから来たんだっけ？こっちから来たんだ。こっちは、ない。余計なお世話ですよ。皆さんだってね、ちょっともうね、忘れることだってあるでしょ。まったく、あそこにあるのか。ここも？ね、これなんかピューンってなんかすごいジャンプ力あるアイテムとかあるんですかね。これ、こうやって渡って蹴って、ピョーンって。ね、ロック祭り。まあ、マリオ。で、ああ、こっち。ああ、わかりにくい。3D のアクション要求するんだったら、カメラぐらい操作できるようにしてくんなきゃでしょ。不便だな。どう？で、これこっからとかダメなの？で、ここまでして素材がいいもんじゃなかったらどうなんの？で、よーし、取れた。積んでない。あとは、どこだっけ？あれ？これ？新しいプレイ。
これもどうやって行くんだ、こっちから。どう達成感が得られるだろう。得られなくていいんですけど、僕としては。これか、これか。よしと。これなんだ、なんかありそう。違う。帰ろう。から帰る。結構めんどくさいですね。これ、ここでアイテムで帰れたりする？もしかして。使って。どっちが戻れるんだ、ここでも。わざわざ外出なくてもよかったんだ。あーはー、おやすみなさい。コンテナまた飽きるみたいな。どうしよう。コンテナ。寝かせてほしいんだけど。寝てください、別に無理して起きてなくてもいいですから。強制はしませんから。休むなら休む。もうクラフトとかいらんでしょうね、こういうの。これ本当に1週間ぶりの睡眠許可ありがとうございます。何が1週間ぶりですか、意味がわかりません。ブラック企業なん、なんでですか。ホワイトでしょ。僕がブラック、ブラックの要素は何もないでしょ。米くらい打てるだろって言われましたよ。そうないんじゃないですか。誰もそこまでして無理して打てなんて一言も言ってないでしょ。ブラックじゃないよ、ダーク企業だよ。ダーク余計やばいじゃないですか。何言ってんですか。恐ろしい。恐ろしいですよ。リスナーさんのそのコメントのが恐ろしいですよ。いらっしゃい。これか。スープ、それと。水。よ。しゅ。
これカゴの方からアイテム売るとかできないんですかね。これ多分全部のアイテム込み。もう5年目か。5年目ですけど。あのさ、ていちゃん聞いてくれる？はい。何ですか？答えられることなら聞きますが。今日のトレーニングメニューを自動生成サイトでメニュー作ってもらったらさ。はあ。はい。どうしたんですか？あれ。リバース育ての親エクステンション 20X3 セット。ワンハンドココシンプルオーバー 10X10 セット。初恋 30X3 セット。どういうこと？これどうしたらいいの？知らない、な、な、な、何が取れん、自動し、何、リバース、そんな知らない、わかんない。これ、カゴのアイテムって捨てられないの？売るじゃなくても。ワンハンドポコチンプルオーバー一緒にやらない？売れないってこと知らない、わかんないな、なんか、あれ、うーん、おか、どれを登録ね、多分捨てられたとは思うけど、捨てられた？手を一緒にやってやれよ。いや、いいです。ありが。リバース育ての親エクステンションしながらでいいよ。これか、まとめてしてるか。これ売れないってことでしょうね。タールお願いします。タールって何言ってますか？はい、オーラ大佐いらっしゃいます。はい、どうもこんにちはです。はい、トトリやってます。今どうでしょうね。何したらいいのかでも、ね、クリやっていかい。どのエンディング見るっていうか、何をすればいいのかがいまいち。ところで、帝王、一つ謝ってもいい？何ですか？何ですか？ご苦労だ。それ。プラティンも作れるってこと？今日調べたらまだバッドエンドあるらしいんだ。この程度ではなくて。よろしくお願いします。マジっすか。まだあるの。いらし。マジっすか。それはびっくりですね。どれ作ろうか。プラティン作れる？これくらい。それじゃ。しゅ。これ素材でしょ。母親探してないとバッドらしいんだ。ごめんね。今どこまで行ってんの？わかんない。どうなんでしょうね。これどうなってんの？コメントほらありがとうございます。ねえ、バッドになる可能性あるってこと？やだなぁ。プラティン。
これか、わ、レベル40か。もしかしたら失敗するかも。怖いね。いっちゃう。帝王さんに謝らなきゃいけないことがあるよ。何？何ですか？いろんな人に話聞いて、母親の手がかり探さないとダメみたい。人に聞いて？マジですか？どうしよう。魔法使いだとからかってごめんなさい。何やそれ、別にいいんですけど。ちゃんと母ちゃん探して。母ちゃん探しててどこで探せばいいんですかね。何？ウィスプストーン、どこで見つけた？これで大丈夫だよね。それじゃあ、あとできた。よし、どの特性を残そう。レベルアップ、アップ。よし、完成っと。ちょっとだけ休憩しようかな。トトリちゃんのことを催眠かけようとしてごめんなさい。いや、別にそれは僕に謝らなくてもいいんですが、すまない。グイードはいるか？グイード？誰？グイード？ああ、旦那でしたっけ？どうでしょう。合う合わないはあるんじゃないですか？マジ？グイード。あら、ゲラルドさん。どうでしょう、ね。お父さんなら今日は、いたいた。これ大丈夫？母親探すって。どうしたんだろう？アトリエじゃなくて、人の話を聞けってこと？これがなんかフラグとか？というわけなんだ。協力してもらえないか？なんだ？そうか、そんなに被害がな。被害。ゲラルドさん、そういう話はお父さんには持ってこないって約束じゃ。ああ、分かってる。分かってはいるんだ。私も最初は断った。ただこの間のシケの被害は予想以上だったらしくてな。このままじゃ食い詰めちまうって、大勢に泣きつかれたら。それは、でもだからってお父さんの気持ちも少しは考えてください。まあまあいいじゃないか。村のみんなにはこれまで散々気を使わせてきたんだし、少しくらいはお返しをしないと。気を使わせる？お父さん、でも。しかし今更役に立てるのかな。船の修理なんてもう何年もやってないからね。違うじゃないですか。どれほど腕が錆びついているか。船の修理ってことは船大工ってこと？いやー、助かる。すまないな、こんなことを頼むのは今回限りに。なんかあったってことでしょうけどね、そりゃ。お父さん、船の修理なんてできたの？ねえ。トトリ、いつからそこに？ゲラルドさんの声が聞こえたからなんとなく来てみたんだけど。今大事なお話をしているの。向こうに行ってなさい。でも早く行きなさい。なんで怒ってるの？分かったよ。トトリちゃんの服をミルクだらけに汚したいな。何言ってんすか。さっき謝ってたの一体何だったの？ちょっとかわいそうなんじゃないかな。顔も。トトリが悪いことしたわけでもないんだから。あ、うん、後で謝っとく。本当にすまん。話すにしてももっと気を使うべきだった。気にしなくていい。それより早く行こう。例えば船作るとかなんか言ってたから。何、この辺のストーリーってこと？うん、頼む。
またね、昨日なんかコメントで船、なんか、これがそう？そして熱くて濃いミルクを吸い取るトトリちゃんの姿が見たい。何言ってんの？なんかモヤモヤする。お客さんかな？はーい！よっ！ちょっといいか？ダメ。これ、急ぎで必要になっちまった。どうしよう。そっか。なんだ、船は北浮きんするんちゃうんか？どうなんでしょう、わかんない。ルシードさんいらっしゃいます、こんにちは。ちょっと待って。なかなかいいし、それとマジブラシ、あ、こっちもある、まあいいか。いや、でもこっち欲しいか。よし、しご、これ登録できないからね。まあいらん、もういらんかもですけど。どれない。これなんでしょうね、登録できる、なんか条件あるんでしたっけ。どうしよう。ミルクがついてる舌を出してご主人様に確認したがるトトリちゃんを想像したらドキドキする。何言ってんですか。いらっしゃ、ボリューム、この手持ってなかったっけ。このそれじゃ、この手それじゃという内容のアニメはない。ない。裏でやっている秋野さんの FF3 配信見たんだけど、はい、あ、秋野さん FF3 やってるみたいですね。なんかありました。名前がひどい。もしこのゲームがエロゲだったらどうなったかな。ねえ、ニコ生のリスナーさんはねえ、ひどい名前しかつけないですからね。それで大丈夫、それじゃ。このゲームがエロゲだったらどうなったんでしょうさ。全部帝王があんかかったんでしょ。なわけないでしょ。先生にやり方を教えてもらったんだ。こっちでね、僕が配信してるのにどうやってなんか取れる暇があるんですか。おいおい、俺らが変な名前つけたことあっか。あるでしょ。かき混ぜてバイオ、よく言えますね。そうだけど、何かおかしかった。ダルサガの配信見てたらとてもねえ、マウント取れる状況じゃないでしょ。おかしいってさすが錬金術って感じかしらね。村の人たちが全員やりまくったかもしれない、うん、僕ら真面目につけてるんですよ。そうだ、トイレに行って言って、あんかに参加してるぜ。知りませんね。トトリちゃんもそうだし、覚えてみる。お魚パイってお姉ちゃんの得意料理の教えてくれるの。得
得意ってほどじゃないけど、私もお母さんから教えてもらったものだし、トトリちゃんも知っといた方がいいかなって。知りたい知りたい、教えてお姉ちゃんそんなにはしゃがないの。紙か何かに書いた方が覚えやすいわよね。ちょっと待っててね。うん、ありがとう。お姉ちゃんが焼き餅で料理に美薬入れそう。魚パイの作り方を手に入れました。これで魚パイ作り方を読んだ。お魚パイ手作りパイ、こんな誰なんだ。私このパイ嫌いなのよね。そう、まあ、僕の場合食ったことないですが。429個目さんいらっしゃいませ。こんばんは、こんにちは。ご苦労。それと、いらねえ。それと、よし。魔女宅のネタなのだよ。そうなの。魔女宅、もう全然覚えてないですね。仕事が。あのお姉ちゃんやっちまったかもしれない。料理に睡眠剤をかけて食べさせるたくらみ。なんだ？心配。ニシンのパイですね。どうしようかな。話聞かなきゃダメってさっき言ってましたが、最近プニー愛好家たちの間で、大陸の外れにはプニーの楽園があるという噂が流行ってるの。もしかして確かめに行くのは、発見一番乗りを目指してみてね。なんか聞いた方がいいの？いつも一緒に飲んでた仕事仲間がアーランドで食探しに行っちまってさ、こうやって一人また一人と、村からいなくなっちゃうのかな。今更アドバイスなんじゃが、アイテムの良さ、品質の他についてる特性が重要視されるみたいじゃの。なんだ、またイベント。どうしたの。帝王さんは女の子ってお料理食べたことある？女に作ったってどういうこと？あ、寝るお姉ちゃん、とか言って色っぽい。ね、作ったこともないし、冗談よ。親が作ってくれた料理ぐらいしかね、食べたことないっすよ。女性が作った料理、いやだから母親しかないですよ。パーフェクト DT ってのはそういうことですよ。それはそれで。そういえばコントトリは17か18歳か。今ってどういうこと？ああ、5年経ってるからってこと。で、どうかしたの？悩み事なら相談に乗ってあげるわよ。悩みってほどじゃないんだけど。料理は別に魔法使い関係なくね。いやだ、出なきゃ作ってくれる人いないでしょうね。ね、彼女でもいなきゃね、そんな料理なんて作ってもらえる機会ないでしょう。別にいいんじゃない。それだけ前から冒険者っぽかったってことなんだろうし。だいたい冒険者って言ったってピンキリなんだから、要は自分がやりたいようにやってればいいのよ。あたしみたいにさ。やりたいようにか。私ちゃんとやりたいようにできてるのかな。相談に乗る暴力、説教、忠告という状況。何のことですか。あたしに聞かれてもね。トトリが冒険者になってやりたいことって何だったの。お母さんを探すこと。やんなこのお姉さん。あとお母さんみたいな冒険者になること。そうね、お母さん全然話題聞かないんですがじゃあどっちも全然できてないわね。もう笑わないでよ、私真剣なんだから。早期教育がちゃんとできている。何？ごめんごめん。しかしトトリがギゼラさんみたいな冒険者にね。
女の子は強く指導しなきゃ。お母さんってどんな冒険者だったのかな。私よく覚えてなくて。どうやって頑張ればお母さんみたいな冒険者になれるのかな。多分帝王がアーランドにずっといたからイベント進まなかった可能性。そういうこと。それは困ったな。これ今からでも間に合います。ほら、ギゼルさんが活躍してた頃って私もほとんどアーランド行ってたじゃない。そっか、お姉ちゃんもお父さんもお母さんのことはほとんど話してくれないし。よし、他の村の人に聞いてみよう。間に合うと思う。それじゃあまたね。思いたい、思わせてこれさすがに、間に合わなかったらもうちょっとさすがにもう一回最初からやり直すってちょっと気概は僕ないと思うから。隠し事ってのは性に合わないな。特にトトリが相手だとは。そのね、ダメだったらごめんなさい、もう諦めて。事情の事情だし、絶意にもきつく口止めされてるし、その時は許して。時代的に考えてみると教育とは暴力だったでしょ。中世時代だからトトリ1周目バットは普通にあるから何もない。でももう一回やり直す気概が僕にはないんですよね。ちょっとどうしよう、セーブして別データ取っとく。途中からだったらまあもしかしたらってこともあるかもなし。トトリちゃん調教したい。何言ってんですか。何を作ろうかな。違う、依頼受けてねっていうか、もっと話聞いた方がいいってこと。強すぎるゲームはあるの。ないんじゃないですか。あるんですかね、わかんないけど。そんな便利なのあったら。装備引き継げるよ。装備引き継げるの？装備だけ。でもそれで、でもどうなの？それでまたイベントとか全部見直すんでしょ？あ、こいつなんでここにいるの？マークさん、なんで私の村に？ねえ。しー、今いいところなんだ。話しかけないでくれたまえ。はい、ごめんなさい。ペーターさん。ああ。俺も困ってるんだよ。アーランドから乗せてきたはいいんだけど、着いた途端こんな遅い乗り物の存在は許せないとか言い出してさ。はあ、マークさんらしいというか。よし、決まった。まずは必要な素材から。おお、お嬢さん、いつからそこに。さっき声かけたじゃないですか。そうだったかい。全く気づかなかったが、まあいい。ここにお嬢さんがいること、これは偶然ではなくもはや必然だ。どういうこと。ちょっと待ってくれ。はい、この紙に書いた材料を集めてきてくれ。大至急だ。なんで私が。言っただろう、これは必然だって。それにお嬢さんにとっても悪い話じゃないはずだ。さあ、どうもしないんじゃない。でも、彼女だった場合とか。彼女と妹じゃ大違いだと思うんですが。それじゃ頼んだよ。お嬢さんが持ってきてくれるまで僕もここを動けないからね。何を作れってこと。図鑑ヘルプ、トトリの冒険メモが更新されました。かけられません。ピュアオイルと弾むし、お嬢さんが持ってきてくれるまで僕もこう動けないからね。ピュアオイルと弾むし、何これ。ピュアオイルなかったっけ。
コンテナに。フィアオリって何でしたっけ、素材でしたっけ。特性順、分類順、カテゴリー順。いや、オイルって、なんかあったよね、ちっちゃい。弾む石でしょ。いや、オイル。ないか。これなら、いくつ作ろうかな。これで大丈夫。それじゃできた。どの特性を残そう。はずむしって素材じゃなかった。あと9分ねえ、ちょっとこれでいける。でもこれ何、馬車が移動が速くなるとか。弾む石ってなかったっけ。ちょっとまず明日になったら忘れそうだし。素材ですよね。テゴリなんでしょう、わからん。弾む石なんかだったよな。そっと、分類順、レベル順、カテゴリー順。弾む石ってなかったっけ。錬金。弾む石、弾む石。ないですよね。弾む石は素材だよ。素材ですよね。素材。こんな見つけるの 大変じゃない。あったねえ、ちょっと待って。そんだったら嫌だな。品質悪いの渡したい。はずむ石これじゃない。手持ちあんまりない。はずむ石、はずむ石。これ、名前で、なんかね、検索とか、できないの。これそうじゃない、弾む石50人前や、これね。これで、広場行けば。なんかちょっと微妙ですね。時間ちょっと一応延長しときましょうか、さっき。これでどうなんの。今さら移動がね、短縮できても。なんでカゴに移してたの。え、なんで渡すんじゃないの。お嬢さんが持ってきてくれば僕もここ動けないからねって。何、え、持ってきたよ。違うの。え、なんでできないの。ピアオイと弾む石、
あれもしかしてっていうか、ピアオールどっから作ったって、これか。これもカゴに移さないとダメ、めんどくさ。これで、あ、洋服、渡すもの選んでください。いいじゃん、コンテナから渡すで。持ってきてくれたかい。さすがお嬢さん、仕事が早くて確実だ。さて、それじゃ早速作業に移るか。あのマークさん、聞きそびれてたんですけど、その材料で何を。話しかけないでくれ、気が散るから。ごめんなさい、教えてくれるくらいいいのに。なんかバタバタしてんな。ようやくどいてくれるのか。ペーターさん、私にもよくわかんなくて。よし、完成だ。もう？待ってる間に基本的な部分は済ませておいたからね。と、ちょうど持ち主の青年も戻ってきたようだね。さあ、遠慮せず乗ってみるといい。そりゃ俺の馬車だし遠慮なんてしないけど。何してたか知らないけど大丈夫なんだろうな。いきなり壊れたり爆発したりしないよな。失礼な、僕の技術力が信用できないというのかい。トトリ、こいつ信用できるのか。こういうことに関しては多分。邪魔、乗ってみるか。どれどれ、お、なんか手応えが軽いような。うわっ、なんじゃこりゃ。な、なに、もう見えなくなっちゃった。どうだい、あれがあの馬車本来のスピードだよ。と言っても車輪の回転効率と後方にかかる重量を調整しただけだけどね。すごい。でも乗ってる人は大丈夫なんですか。そこは操縦者の腕次第かな。なに、あの青年もこの道のプロなんだろうし。いや、いやだってこれもうだ、あれね、あのアイテムあるからこれいらない、意味ないでしょ。これもっと早く終わってなきゃってか、発生してなきゃいけないイベントだったってこと？ねえ、馬車の移動速度が上がりましたって。もっと早く終わっていれば。ねえ、もっと早く終わるイベントだったの、今さら遅いっすよね。まあいいや、これで、はい、時間なんで終わりましょうか。うん、何、間に合うって何、本当にイベントが間に合うってそんなやばいのこれ。ダメ、とりあえず。ダメってもう時間でしょ、終わりますよ。ダメ。5年目の2月。これ本当に何 ?6 年目があれなの。ダメ。ダメって死にません、終わります。はい。はい、ということで、はい、2時間半ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。